新型コロナウイルス感染症の影響で休館となっている能登島水族館。人気者の海の生き物たちは今どうしているんでしょう。そんな姿を自宅でも見られるって知ってますか？能登島水族館で泳ぐ様々な生き物たち、その出身はほとんどが能登の海です。能登半島内浦は漁業が盛んな地域ですが、水槽を泳ぎ回っているのは地元の海で獲れた魚介類なんです。能登島水族館最初の見どころ、青の世界の人気者ジンベエザメも実は能登沖の定置網に迷い込んだサメなんです。サメっていうとすごい怖いイメージがついてるんですけど、ジンベエザメはすごいおとなしいサメで、たまに水槽掃除でこの水槽の中に入ったりするんですけど、それでも近寄っても全然おとなしいサメで。今水槽にいる2頭はスズベイとナナベイ。能登島水族館に来てまだ半年余りです。2頭とも能登の地方で、定置網で引っかかったサメです。去年10月まで青の世界の水槽にいたのは七尾沖出身のイオリですが、能登島水族館で飼えるジンベエザメは体長およそ6メートルまで。水族館で暮らした4年間で体長4メートルから6メートルに成長したイオリは、飼育員たちの手によって海に返すことになったのです。七尾の30キロ沖で放流されたイオリは元気に海に帰っていたそうですよ。さて、吉川さんが見てほしいジンベエザメの姿、それが食事です。いつもよりも速いスピードで水槽の中を泳いで、餌にも大きく口を開けて迫力のある、餌の食べっぷりを見せてくれるんで、そのギャップがとても魅力的な魚ですね。ジンベエザメが食べるのはオキアミやキビナゴですが、その量がすごい。餌の量が1日7キロから 7.5 キロほど上げています。もう能登島水族館の中でも一に争うぐらい食いしん坊な動物です。こちらも能登島水族館の人気者カマイルカです。このイルカも能登沖の定置網に迷い込んだところを保護されました。水族館は休みでもイルカショーの訓練は行われています。でも訓練していたのは、先ほどはショーでしている種目なんですけど、イルカの練習っていうよりかは私の練習がほとんどだったんですけど。水族館が休みでも飼育員の皆さんは毎日イルカとの絆を深めているんです。やっぱりそのイルカにもこんなことできるんだよっていうことも知ってもらいたいんですけど、イルカの生態とか知らない方もいらっしゃるので、そういうことも入れつつ勉強プラス楽しんでもらうっていうことをお客さんに伝えていきたいなって思います。能登島水族館が再開する日が待ち遠しいですね。続いてのスターは愛くるしい仕草が人気のラッコのラスカ。このほど人間の年齢でなんと100歳を迎えた国内最高齢のおばあちゃんラッコです。その餌は贅沢そのもの。ホタテやサケ、タラも食べますが、最もたくさん食べるのがイカです。ラスカが食べるスルメイカは能登町小木に水揚げされる仙頭イカ。ところがここ数年は外国製の違法操業や地球温暖化による海洋環境の変化で水揚げが激減。スルメイカの値段は倍以上に跳ね上がって大変です。そうですね、今だと4000ぐらいを与えるようにしています。昔だと5キロぐらい食べていた時期もあるので、それに比べると少し下がってはいますが、年にしては食べているのではないかと、はい、思います。まあ、グルーミングしてる時も結構いろんな表情してくれるんですが、やっぱり皆さんこう痒いんじゃないかっておっしゃることもあるんですが、こうやってる時じゃなくてこうやってる時はもう顔むしゃむしゃになるので、その姿は、はい、かなり可愛いですね。能登島水族館に暮らす様々な海の生き物たち、
ふるさとの海には一体どんな魚がいるのか、そしてどんな生態なのかを海と日本プロジェクトでは紹介していきますね。海と日本。